はい、皆さんこんにちは。本日はですね、この外とかでね使ってほしいというこのスピーカーを紹介します、はい、iPhone と比べてもどう、このぐらいの大きさ、小さいよね、うん、なのにすごいんですね、こいつ。ぜひ早速紹介していきます。はい、これね、パカッて開けるとこのスピーカーが出てくるんですね。でそれをまたね起こして、でこうやってスタンドみたいに立てるんですよ。おお、こんな感じ、かわいい、はい、で接続はね Bluetooth で接続します。もうね繋がってるんで早速流してみます。はい、聞こえる？聞こえる。これねちょっと外なんで分かりづらいんで、ちょっと記事を見てほしいんですけど、ここにね分かる、光ってるの。なんか分かる。今ねブルーって書いてあって、 Bluetooth で接続してますよっていうのが書いてあるんだけど、これね他にも時計を表示したりとか、ほら分かる、分かります、分かります、11時30分ですよとか、うんうん、そういうねボリュームの表示とかここにね全部出てくるんですよ。ほう、これねモードを切り替えることによって、うん、One day in counting from Fuji Rock 2012 and a wonderful way to kick off、 ラジオも聞くことできるんですよ。おお、見てこれ、アンテナだ、アンテナ、アンテナ出てきた。通信してる感じするでしょ。しますなんかこうやって仕事したいなとか、はい、公園に行って音楽聴きたいなっていう時にねすごい活躍しますね。他にも今の時期で言うとバーベキューだったりとか海だったりとかで、キャンプとか、キャンプとかね、ワイワイする時とかに本当に大活躍すると思います。はい、まああと一番はね音質もそうなんですけど、コンパクトっていうのが一番いいですね。いいですね、うん、スタンドにもなってるしそのまま、うん、だからね、こういうとこに iPhone をこうやって入れながら、こうやってほら、サンドにするみたいな。便利。便利でしょ。白だけじゃなくて、カラーラインナップもね、黒とね、赤、3種類あるんですよ。はい。外出先で音楽を聴きたい、より高音質な音楽を聴きたい、みんなでワイワイ盛り上がりたいっていう方はね、このスピーカー、試してみてください。結構、おすすめです。